はい、皆様こんにちは、金尾四郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました、はい、金尾四郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは今日はですね、金玉ということでですね、はい、あの滑舌よくいきましょうね。松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ、はい、よろしく。ね、今日もね、はい、来てくれましたね、高橋真子さん。どうも、こんにちは、よろしくお願いします。今日はね、もう大変なことに、スタジオはね、大変なことになりました。大変暑いです。こんだけ人が入ってきて、もう入れないね。入れますよ、今日ね、ドアが壊れて、今日ドアがね、ちょっと壊れてるみたいで、あの外の方もよかったら、なんかそこら辺、あ、そこら辺座れない？座れる、うん、もしよかったら、あ、どうもどうも、あのね、清水佳代子さん、清水川君、お部屋で。そうそう、皆さん今日は連休だから、みんな行くところがないのかな。ね、近場で済まそうというコンタクトで。いやいや、それの感じが多いね。俺の元気なんかも見たいっていう人が、ね、そうですね、そりゃそうだ。そりゃそう、元気いっぱいね、今日ね。今日はね、昨日うなぎ食べたからじゃない。できました、うなぎ。そうそう、あのーそうだね、そう、昨日うなぎ食べたね、久しぶりに。そしたらね、まこちゃん、でもうなぎはダメなのよね。あ、うなぎは大丈夫だ、大丈夫だ。うなぎと穴子は平気なの。穴子は平気なの、うん、あ、じゃあよかったね、うん、じゃあ行きましょう。基本的に肉がダメ、肉は生肉は大丈夫なのよ、うん、焼いてるのはダメ。そこら辺のさ、あれがよくわからん、加減がわからんで。ね、ね、そうです、まあいろいろちょっと難しいけど、まこさんはやっぱ元気だよね、いつも。そうだね。だって昨日もさ、あれやってたでしょ。ああ、うん、コマラジ、山本雄二さんっていう方、ラジオでね。そうそう、うん、何、あの、なんか知り合い、コマ、うん、そうそう、コマエラジオ、うん、これもそれもやっぱこと同じ地域 FM なんだけど、はいはい、うん、そこで毎週木曜日に、木曜日、うん、やってるの、4時から6時まで2時間、2時間番組なんですけど。え、まこさん出てるの？うん、いや、それ昨日ゲストで呼んでいただいて、うん、うん、じゃあ、れんちゃんだね。喋ってきましたよ。喋ってな、ほんと喋り倒した。でも時間がやっぱ1時間でも足りないね。足りないね、喋り倒すとね。そうでしょ。2時間か、向こうは。まこちゃんも慣れてきたもんね。そりゃ、だって、ほんとだよ。いや、おかげさまで。いやいやいや、やっぱりこれ慣れやね。そうだね、うん、うんうん、なんかでも、あの、やっぱそうやってあの電波通じてね、そうそう、いろいろ自分のコマーシャルできたりとか、そういうことはよく、この番組は特に緊張感がなくて怖い。緊張感がない、緊張感がないなくて怖いですよ。YouTube を見ると、あ、こんなこと言ってたとかね。だからね、失敗は多いけど、失敗はね、恐れちゃダメなんだ。いや、失敗というより失敗を恐れたら何に勝てないよね、うん、はい、失敗、いえ、ここで拍手。いやいや、ね、あの、やっぱ全国がんの方が多くて、もうがんの講演が来るんじゃない、そろそろ。そうそう、あの、お便りね、がんの講演会をしてくる。何を飲んでましたかとかね。何を飲んでましたか。いやいや、まあいろいろね、それ内緒ですけどね、うん、内緒、いやいや、内緒じゃないけど。まあでもね、よかった、うん、よかった、そうそう、うん、元気で、元気になりましたね、少しね。そうだ、周りが多いからね、うん、みんなでも、あの、こういう2人に1人がガンにかかる。そう、本当に昨日5人、ね、おかしくない？ガンかさ、俺たちの年になったらガンか脳梗塞かどっちかだもんね、うん、脳梗塞、ちょっとこれきついこれきついじゃない、きついきつい、ね、まあでもね、楽しいよね、楽しい、今楽しい、こうやって歌ったりね、笑ったりするのが楽しい、ね、それが一番で、今日もね、リクエスト、皆さんもリクエストね、お答えできなかった曲とかね、いろいろ ね、 そうですね、あの、やりたいと思いますけどもですね、はい、はい、あの、今日のざっと流れはリクエストと、それから、うん、ライブ告知、告知ね、これ忘れないように、ね、半になったら告知します、はい、あの、なんか今日お客さんも多いけど、あの方、あの、もういいんじゃないの、お腹入れない、あの子様、え、ご知り合い、違う、ね、うん、行きましょうか、なんか曲から、曲から行く、行きましょう、はい、行ってください、ね、オンリアサイド、娘の歌を歌おうかな、あ、いいです、急に言いますね、僕もね、急に来たの。全然さっきと違うやつだね。
持ちをいつでも今から。そう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 、ね。っていうことでね、なんかそんな感じのね雰囲気になりましたね。まこちゃんあれでしょ、はい、ほら、おうちライブやってるじゃないですか。はいはい、あの時ってさ、なんか違うギター使ってるじゃん。うん、あれは何、家にある、うん、うちのギター置いてあるギター。あ、そうなんだね。家でさ結構歌えるの？歌えるよ。本当、俺歌えないんだよね。え、なんで？やかましいって言う。あ、やかましいって言われる。一軒家だったらね。一軒家だもんね。うちほら、豪邸だから。豪邸だから。豪邸だからね。違いますな。違うよね。やっぱり。だって昔マーシャル三段積みで家で鳴らしてたもん。それはちょっと迷惑かも。ちょっと迷惑だったかな。ちょっと迷惑だったかも。マジで？誰も言ってこない。誰も文句言わない。うん、恐ろしくて言えなかったな。でそれあんまりやんなくなってから、うん、あの近所の人が最近やってないんで。大丈夫ですかって。あ、そう。音が出ないから。やっぱ6時あたりになると言ってこない。もうだから小さい頃から知ってるからじゃない。そう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 、みんなね、地元の人だから。ご近所さんが。そうなんだね。ね。いや、やっぱりね、家でだって俺ほとんど音楽聴かないしね。ああ、そうなんだ。歌わないね。あ、もう音楽がない世界。逆にずっと聴く人は聴く人でいるみたいだけど。いるだろうね。でも俺もほとんど聴かない。
そうでしょ、うん、やってるだけでもあれは偉いと思うよ、うん、俺は本当に前から言ってるけどできないもん、うんうん、あの携帯見ながら、ほら、なにさん、あ、キョビさん、なにさん、ありがとう、やりたいんでしょ、今日も、本当は、あれやりたいんだけどさ、俺できないもん、そんな大変じゃないよ、本当あれ大変だな、ちっちゃい画面だからさ、もうね、そう、なんとかさん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 とか言うんだけど、俺もそれ、一回やりたいんだけど、なかなかあれはできないでしょ、そうかな、うんうん、まあ、こっちは結構平気なんだ、豆なの、うん、豆じゃないできない豆、うん、豆なの、うん、お便りいきましょうか、お便り、はい、ちょっとじゃあこちらからいきますね、はいはい、あ、じゃあミキさんからいきますか、まあ、博多のミキさん、はいはい、皆さんありがとうね、こんにちは、うん、晴れた博多です、うん、先週久しぶりにご出演の武田和夫さん、やっぱり素晴らしかったです ね、あ、すごかった ね、やっぱりね、うん、あの違うわ違う違うわっていうのはあるんだけど、あの、いや、なんかね、もうあの懐が違うというかさ、うん、やっぱ違うよね、そう、真子さんもね前から知っててね、もうだって子供みたいな感じになっちゃうよね、子供、うん、子供、その先生みたいな、真子はねとか言って、うん、真子とか加藤さんも長いからね、長いですよね、そうだよね、10代の頃でしょ、うん、だってね、アコギのサウンドというのも考えたらレアでした、うん、そうよね、いつも違うから ね、だからね、あた、暖かいよね、うん、ね、今週は金玉楽しくいきましょう、うんうん、はい、そちらは福岡より暑かったりしてますが、体調の方は皆さんいかがですか、そうなの、涼しいね、風が、うん、今日は、まあ、今日はまあまあ、ね、気温の急激な変化っていうのは本当に体にダメージが残りやすいし、うん、気をつけたいですよね、うん、最近びっくりした発見がありまして、うん、マンションっていうのは、部屋の密閉度が強いみたいで、ここ寝起きで激しい頭痛があったんですが、あるテレビ番組で寝ている間に部屋の二酸化炭素濃度は危険なレベルまで上がりやすい、やばいということを聞き、試しにドアを開けて寝てみたら、あら不思議、快適に眠れるようになったということがありました。そんなことある、あるんでしょうね、寒い時期はエアコンをつけてたんで、それで換気ができていたみたいなんですけど、うん、暖かくなってエアコンを止めたら酸素不足になったみたいです、うん、こんなことも体の不調の原因になるもんなんですね、本当何が原因かわからないもんです、うん、ね、あとは心の健康、良い音楽で精神を上げていきたいです、うん、ということでリクエストです、カナオさん、うん、リバーサイドマイホームタウン、珍しいね、としみさん骨まで愛して、うん、誠さんバーストングですが、いつも通り何でも OK です、うん、この間の月曜かなさんが、プレイヤーですって、プレイヤーです、プレイヤーですね、プレイヤーですって何ですか、で、どこで、うん、されたライブハウス、あ、ライブハウスの名前、うん、あの山本教授さんファンの、あの、うん、僕の大学の後輩がやってる店、あ、そうなんですね、うん、そこで共演した女性のライブに行きました、うん、なんか3日で体調バッチリなんで、今夜からライブ参戦3連チャン楽しんできます、頑張ってるね、ありがとうございます、ね、あの体に気をつけてね、頑張ってください ね、あのライブ見に行くのも結構体力いるかもね、いると思いますよ、ね、3連ちゃんよ、そうそう、まだやってる方が楽かもしれない、うん、もう俺そろそろライブ始めようとか思ってんだけどさ、まあね、ライブ始めますよ、うんうん、ね、まあそろそろ ね、もう一方、大森のアッキー、うん、アッキーさん、あ、先日ありがとうございました、たい焼きありがとうございます個人的にこんにちは、はい、先週の武田和さんゲスト、素敵な曲が流れたので楽しませてもらいました、うん、クリエーション最高でしたね、うん、70年の曲とは思えず、シャープな旋律に体をノリノリに動かしてしまいました、カナオさん東京トゥナイトをリクエストします、はい、僕デビュー曲ですね、これ45年前に作った曲、何か黄昏れた雰囲気があって好きになった曲です、あ、もう45年前って言ったら、ね、俺24ぐらいでデビューしたんだけど、ね、24ぐらいから黄昏れてたって、黄昏れてた、そうでしょう、うん、ね、ね、私にも気遣ってくださって、体調気をつけてお仕事頑張ってくださいね、はい、またねって来てます、はい、ありがとうございます、どうすかな、じゃあどうしますか、黄昏れ東京トゥナイト、黄昏れた東京トゥナイト行ってみます、黄昏れますか、黄昏れ、黄昏れこれかな、これデビュー曲ですねデビュー曲、うん、今日ね歌詞カード一式全部忘れてきたから大丈夫、皆さん知ってたら歌ってあげてください、普段でも見てないからね、
してきた。お前はマリア。東京 tonight。 古く悲しい映画のような二人のトラブ。東京 tonight。エンディングも決めず、はい、これができるのはね、うん、やっぱりこのメンバーでしょ。そうです ね, ね、このメンバーの名前はね、教えましょうか。地蔵坂、地蔵坂69、そうなんだっけ、69、地蔵坂69、そうだったね、うん、あ、地蔵坂って横浜にあった、地蔵坂6、うん、地蔵坂ね、うん、そうだそうだ、チャーリー佐藤さんがつけた名前、ね、私何のことだか分からなかった最初。あ、そうなの、地蔵坂、乃木坂とかあるじゃない、うんうん、その乃木坂違うけどね、だいぶ年いってますけどね。そうそう、それはもう年はしょうがないよ。そうね、お地蔵さんが似合う年になったの、ね、もうそれしょうがないね。いや本当に、ね、もうこれはね戻れないからね、まあね、戻りたいと思わないよね、でも、ね、思わない、今が一番だよ、今が一番もうね、今が一番よ
でも武田さんもさ、うん、わすっごい少年みたいな感じ、うん、そうだね、そう笑うとね目が可愛い。16歳でしょ、何ずっと、ま、そうそうそう16歳で16歳その18ぐらいで来てるから、ね、そのまんまだよねそうそうそう、うん、あ歌でいきます。お便りもう一方、はい、ラジオネーム音楽魂命さん、うん、カナオさん、としみさん、まことさん、鈴木さん、こんにちは、はい、ご無沙汰しています。あ、鈴木、清水さんです。後ろに清水さんだった。清水さん今日何、ね、今日清水さん久しぶりに、ね、会えて嬉しい、ねね、今日は暖かくて過ごしやすいですね。皆さんお元気でしょうか、はい、特にカナオさん、はい、私も少しずつ回復しております。あ、よかった、本日は金玉とのこと、はっちゃけてください、はい、リクエストはすべて好きなのでお任せいたします、はい、楽しみにしています、はい、毎回ラジオの様子を YouTube 拝見できるので楽しみです。鈴木さんありがとうございます。もう鈴木さんのおかげでね、本当にね、あのね、やっていただけてね、あの本当助かりますよね。こういう VTR こう残ってたらね、生放送でなかなかほらね、お聞きになれない方の方が逆に多いので、それであの残ってたらね、こうやってね、あのカナオヨシロ音楽魂で検索、ね、検索して、していただければね、チャンネル登録よろしくみたいな言わなくていいの、やった方がいいんじゃんね。いや俺も、あ、そう、よろしくお願いします。よろしくお願いします私もしなきゃ俺もしなきゃしてないしてないまだしてないのまだやり方がダメだろでもパソコン持ってないし、あ、携帯でもできる、しゃーしないね今携帯の時代だよ、パソコン持ってないよ俺そう、携帯で何でもできるもんね、うん、そういえばね、だって金額からするとパソコンと同じぐらいだからね。ああ今そうやって考えると、うん、携帯って、まあね、本当に、うん、携帯もね使いこなせないよ。なんか言葉で言ったらなんかしてくれるんでしょ。ありますあります。中の機械が。機械っていうような。機械っていうのもなんか。機械というか機械。いやなんかほら、何の言葉ですかとか言われびっくりしたもんね。そう声が出るよね。いや用はないですよ。音声なんかねガイドがあるのよね、うん、なんかたまたまそれ押しちゃったんじゃない、うん、だからもうなんか、だメールも打たなくて喋ったらこう文章がバーっと、ね、その代わり横で余計なこと言うとそれも拾っちゃうのそうなんだ、偉いことなんだこれってなっちゃう、うん、そう便利だようで、ね、油断すると怖いよね。そうそう、まあ便利なつでもそんなにね便利になる必要も俺ないんだよね。もうもう自分はもうねもうあともう私たちはね何年かしかないからさ何年かとか区切っちゃダメですよ、うん、まあでもそんなに 長生きしても、ただね1年前の今日あたりが、うん、僕が癌で8日でしょ、うん、あのその外科手術をしたぐらいの時だったんで、つらかったね、うん、あその時一番つらかった。まだ1年経ってなかったというのを振り返れば、うん、でも早っ2ヶ月ぐらいでもうラジオやってたから、うんうん、でもあの外科手術から始まったんで、か痛かったんで、痛かったよ、30センチぐらい来たから ねでね時間が長引いちゃって、うん、そのあの転移してたのが小腸と大腸で、開けてみたら すごいやっぱり他のとこもあれだったわけ、うん、でそれで時間普通2時間ぐらいで終わるのを6時間ぐらいかかってた。で切って縫う時にさ麻酔切れちゃってさ、そううわものすごく痛かったよ俺も。うわこんな思いして痛いよ考えただけでいやあんな痛い思いしたらね、もう他もう何があっても平気だね。うわ恐ろしい、うん、切れるの途中で切れたのよ。麻酔切れるよね。それで、まあ、切れないと そこまでなんかかかると思ってなかったんじゃない、うんうん、あそうだからちょっと大変な時期だったね。でもそういう時期があったからね、今やっぱり人の気持ちもね、うん、少しでも少し何その今さ、いやいやいや向こう見たでしょ、違う違う、柔らかくなったなってみんな丸くなるっていうかね丸くなる、余計バケツのカニになっちゃったりしてバケツのカニはねカニのまんまでね、うん、大ちゃん今日何ハーモニカ持ってきた、持ってきてない、それは持ってます、ここ座ってもらって、リバーサイドやんない、はい、リバーサイド、なんかミッキーのリクエスト来てたから歌詞間違えるかもしれない。あ、これじゃあこれこっちに持ってあげれば、うんそうね、これで全部拾うから、うん、そうで、まこちゃんこっちちょっとずれてもらえば、うんうん、リバーサイド、今ね、うん、こんなのある、うん、ちょっと待って、ちょっと
じゃあ、あのライブ情報からしましょうか。まこちゃん、うん、じゃあまこさん先にやってください。はい、いや今探してる間。私がか。はい、これちょっとじゃあお時間いただいて。菊田俊介さんのライブ情報ですね。5月23日汐留ブルームードで、はい、まあ平日木曜日なんですけど。はい。汐留ブルームード。はい、菊田俊介プレゼンツ、はい、インターナショナル、ブルースサミット、ボリューム4、4回目です。今回はですね。うん、ゲストメインゲストが台湾のもう台湾の方ね、台湾を代表する歌手ね、うん、これ台湾のねグラミー賞そうですね値するようなまあ、あいやもらったこともあるし、もう常連さんで、そうなんだ、すごくあの台湾でも超有名人で、そうなんだね、あのシェイユーウェイさんって言います、シェイユーウェイ、シェイさんですね、はい、それで出演者を言いますと、うん、菊田俊介、うん、そのファンキートリオですね、はいはい、片野篤、ベース、はい、ドラムが関義和、うん、それで今回はキーボードに、あのここに番組にもね来ていただいた福本純也さん、リトアナシアニア出身のバイオリニストのジドレさんっていらっしゃるんですけども、うん、やってきてくれた、一緒にね、そう、福本純也さんがキーボードで参加と、うん、それから、もう一方ね、これゲストはアンディ・ブルースって、これは出身チリ出身のギター、うんですね、あの方は国際色豊かなんだね、まあ、じゃあそう、インターネットブルースフェ、うん、サミットですから、皆さんぜひ来ていただきたいと思います。それいつですか？5月23日木曜日でございます、はい、うまいね、俺もね、うまくなったね、ラジで、ね、今回はね、あの前売りも当日も同じ料金で5000円にしました、うん、あ、そうですか、だってほら当日まで分かんなくて、当日来られて高いっていうのちょっとかわいそうだから、うん、私ちょっと不思議だなっていつも思ってたんで、うん、これからそういう風にしようかなと、はい、あの優しくね、はい、で配信もします、配信は3000円で、うん、はい、チケットをあのツイキャスかな、あのホームページ見ていただけると買えますので、ぜひ皆さん来てください、はい、素晴らしい歌手ですよ、シンガーソングライター、はい、ね、はい、シェイ・ユー・ウェイさん、はい、菊田俊介、インターナショナルブルースサミットっていうことですね、はい、ご紹介しました、はい、ありがとうございます。あと5月の6日は丸山恵子さんじゃないの、あ、バースデーライブがありますね、今週ね、丸山恵子さんね、あ、そうそうそう、それ5月6日いつですか、5月6日いつですか、どこですか、あの六本木クラップスというライブハウスで、はいはい、コキコキだ、70みんな一緒だもんね、俺みんな一緒だもんね、そう、コキライブで、うん、私もねちょっと参加して1曲歌わせていただこう、松下さんが歌うの、あのそれでほらお笑いの方、あの親戚の方がいらっしゃる、ミラクルヒカルさんがね、うん、メインゲストでね、丸山恵子さんと親戚なんだね、親戚なんです、そうなんだ、うん、でもあのミラクルさんってすごい美人だよ、すごい綺麗で歌うまいしね、うん、あ、そうなの、もうびっくりした、やっぱオーラがありますね、なるほどね、うん、お楽しみください、その他ね、いろいろ出ますよ、それから、うん、5月の8日ですね、2日後、私、あ、横浜シルバーバック、シルバーバック ね、投げ銭から始めましょう、今日の人たちは来てくれるでしょ、そりゃ来るだろお前、ここ来てさ、ただで聞いて、ね、お前投げ銭シルバーバックふざけたこと言うんじゃねえよ、行けない人は、行けなかった人は今日もらうよみたいなね、いや、悪度あのね、バンドでやりますね、うん、バンドで久しぶりに渡辺武と、はい、ドラムが石田さんね、石田一郎って僕あの、うん、トクマジャパンの時のモーターズのドラムだね、うん、そうなんですよ、うん、元のメンバー高田和夫さんとも やったことある、うん、で、あとは赤井浩二郎、赤井浩二郎ですね、はい、で、石田さんのドラムってすごいの、うん、やっぱあのね、まあほんまもんだとか言って聞きながら、あのなんだっけ、あのいやギバちゃんに送った歌、ステラ・アイ・ラ・ビューを歌ってる時、ね、赤井くんとかみんなで高志が聞いてて、うん、石田のドラム聞いて、あ、ほんまもんだとか言ってあれで覚えてる、あ、ほんまものって分かるね、まあ偽物っていうわけじゃないよ他の人じゃなくて、やっぱりね、うん、やっぱり違う、まあね、うん、音の色が違う、これ投げ銭ライブね、投げ銭です、19時からやります、投げ銭の神奈駅のすぐ近くのシルバーバック、ね、シルバーバック、はい、ステーキがね、ぜひ来てください、はい、よろしくお願いします、ということでね、はい、高橋誠さん、まこちゃん、ね、明日まず近いところは明日です、明日、レンズね、はいはいはい、これは誠さんの ね原宿クロコダイルでございます、クロコダイルレンズと ね、クローディカっていうあの対バンも一緒に、対バン一緒にね、バンド名ですか、クローディカ、うん、クローディカ、クローディカ、うん、とレンズで、レンズ でね、レンズね、今回がもう30年ぶりぐらいかな、クロコダイルでやるの、うん、あ、そうなの、レンズね、うん、これがクロコダイルは6時開演、はい、はい、ちょっと早めにやります、これ、チャージが4070円、4070円、なんでその70円税込み、税込みすごいな、そういうことなんだね
70円って出しづらくない、ね、なんかみんな賃貸やめよっつって100円出すか、まあ、キレのいいとこにしたいんですけど、ね、なんかこんな感じなんで ね、 今ね、あれよ、インボイスなんだっけ、あそうかインボイスだなんだって、めちゃくちゃもうね、うん、小屋も大変なんですよ、うん、計算が、あそっか、ね、あそうなんね、そういうのでは多分そうだと思います、うん、それから、うん、まだあるでしょ、うん、あとね、はい、5月21日21日に、うん、ケイコさん、ケイコウォーカーさんと、ケイコウォーカーさん、最近なんかよくあるね、うん、カントリー&ロックのだけ、ブルースギターフォーエバーというところで、 あそこでやるの、うん、え、ブルースギターフォーエバーでやるの、2人で、うん、7時から投げ銭です、こちらは、はい、こちらは投げ銭ですね、うん、はい、で、5月な、いつだっけな、26日何日か、この後何日か後に、うん、あそこほら、あのあそこって何日かにあそこで分かるよ、まあ、思い出したら言うわ思い出して、じゃあ次渦巻き、ちょっと先ですけど、はい、これもね、渦巻き兄弟、はい、ユニオンということで、はい、これももう何年、10年ぐらい前からちょっとやってなかったの、あ、そうなの、うん、そうメンバーどういうか、もともとベーシストが渡辺茂、あ、茂が亡くなっちゃったんで、うんうん、ちょっと休止してたんですけど、またこの前ね、スージーがヤントミタさん の、 あのコンサートで、うん、あの歌ってるのを見に行って、うん、やっぱスージーいいなって言うんで、なんかまたやろうよっていう話になって、あ、そうなんだ、スージーキムさんやりますよ、これもね、メンバーすごいですよ、いろいろ、あの、うん、まあ、スージーキムボーカルね、で、はい、ボブ斎藤サックス、サックスで、はいはい、関根麻里さんがパーカッション、はい、で、北川亮さんがギター、はい、でね、で、ベースレスでやります、あ、ベースいないのね、うんうん、なんですよ、ちょっとね、あの面白い感じですね、チャージは高いですけどこれは新中野の高いって1万5000円くらい、いや、そこまではない6000円カフェ弁天、カフェ弁天、新中野やるね、うん、これちょっと早い、5時開演だ、ね、これも、うん、うん、お休みの日なんで、ちょっと早めに、お休みなの、15日海の日かな、あ、海の日か、うん、です、いろいろ変わってるから、いろいろね、だから昔やってたバンド、今ちょこちょこやってる、だからレンズも30年ぶりぐらい、ね、そうだよね、うん、でもそうやってこうまたちょっと、うん、変化していくのっていうのはいいんじゃないですかね、うん、そうです ね、 そうそう、うん、まこちゃんともなんかたまにはライブしたいね、やろうよ、ね、うん、もうなんか こんだけそうだ、5月18日19日じゃなかったっけ、須賀川へ行くの、これも言ってください、18日須賀、あと二本松、須賀川、うん、福島二本松の空さんお邪魔します、18日ね、はい、40周年記念、あ、4年か、4周年記念、ちょうどその日に当たったのね、それでスペシャルゲストで呼んでいただきます、俺がねちょうどね、うん、去年の今頃、ね、そのがんの外科手術した時に、うんうん、須賀川のねしんちゃんっていうベースの人からお守りをいただいたんで、はいはい、その時ね、うん、助かった時のお守りをパッと見たら二本松の神社の守りだった、うん、だからものすごいなんか縁を感じて、ね、うん、そのねライブハウスの目の前というか近いの、その神社がね、うんうん、それで復活したらそこから行きたいって言ってたら、本当にお店の開店の4周年と当たって、そうそう、偶然ね、それ なっちゃったんですよ、ね、だからお礼に行く感じね、そうだ ね、 いいですね、でその次の日19日がプカプカですね、うん、でございます、皆さん待っててください、ぜひね来てください、今までできなかったことがいっぱいあるんでね、皆さんとお会いできることを楽しみにしております、はい、ということで、はい、リバーサイド、はい、リバーサイド行きますか、今日大ちゃんなんか、うん、そこら辺で大丈夫よ、そこら辺で大丈夫川が流れてる思い出が流れる春には菜の花があたりを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ後ろ姿優しい
らわない人の心が好きさ独自の山に博多のミキさんのリクエストに対しましたリバーサイドマイホームタウンをお届けしました、うん、どうもありがとうございます。大ちゃんもどうもありがとうございます。ありがとうございました。やっぱハーモニカとか入るとなんか ねいい感じになりますよ ね、 なんかね、ということでリクエストをお答えできなかった曲が大事な曲がありますので松下さんちょっと今これ読みますか。うん、読んでみて。皆様こんにちは。最近本当にあっという間に1週間が過ぎています。これは勤高橋さんです。アトランタの勤高橋さん、はいの武田和夫さん、はい、この番組で武田さんの口から松田優作さんの話が聞けたのは本当にすごいことだと思いました。あ、松田優作さんとのツアーも ね、まさかのそうプロレス話も嬉しく聞かせていただきました、うん、さて今週は金玉。前回の金玉では真夜中のドアのリクエストは叶いませんでしたが今日はいかがでしょうか。確か誠さんはアトランタがまたしつこいんだよ。ライブで演奏するっておっしゃってましたが、ね、誠さんにリクエストするリクエストがあります。ものすごく難しいね、うん、これはねすごい難しい曲だよ。これ難しいですよ。難しいというかどうでしょう。ちょっとあなたねもうありましたよ楽譜は、ね、ありましたね
で誠さん久しぶりにボブディランの、ノッカンヘブンズドアも聞かせてくださいということ。トムさん今日はじゃあね楽譜がありましたからちょっとやりますよ。ね、Stay with me ですかこれ。あのコーラスよろしくお願いします。コーラスあるの？ありますよ。いや俺コーラス苦手なんだよな。ちょっと上を行っていただいて。じゃあこれやらないとねしまいがつかない。やりますかね。Stay with me。はい。はい。To you, yes, my love to you, yes, my love to you, you to you. My gosh. ゆうべ言ってたそんな気もするわ。グレーのジャケットに見覚えがあるコーヒーのシミ。Stay with me, 真夜中のドアを叩き
本でやるのはちょっと日本でこれするときついよね。いかがでしたでしょうか、つともさん。つともさん、どなたかね、なんかいればね。うん、ね、これはもうすごいね。はい、もうやんないよ、もう一回やったもうやんないね、もうやんないです勘弁してもらおう。はい、ありがとうございました。これはでも松原美樹さん、あなた、あの、事務所が一緒だったんだっけ。まあ、うちに所属をしてましたね、あの後半で、うんうん、だからリハではね、うん、リハをやってたでしょ、あなた、うん、まあ、これだけじゃないけどね、うん、まあでも松原美樹さん、なんか懐かしいな。懐かしいでしょ、可愛かったよ ね、声が大好きで、私この、もう声いいもんね、うん、声いい、昔からね。でジャズがすごい似合う声してるの、ね。ああ、そうなんだ。そうなんです。それで、うん、あのライブで、うん、5月のなんかほら、あの、誠さんも出るやつなんだっけな、湘南台でしょ、湘南台でしょ。それいつでしたっけ、誠ちゃん。俺、ま、5月、誠ちゃんの前だよ、25日だよね。そうそうそう。何時なの。俺は5時、俺4時だ。それさ、うん、ちゃんと説明しようよ告知しましょう。5月25日あの湘南台でしょう、ああもうやります、ね、これ5月25日でしたね、湘南台でしょうっていうの。僕も金尾さんと、誠さんは純ちゃんというお店かな、純ちゃんというお店で、去年がね、僕やっぱりそのあの、手術したばっかりで、毎年やってました、出れなかったのね、うん、そ, そういうこともある、ね、よかったよかった。今回はね、あのちょっとやりますけど、ね、はい、はい、だから金尾くんやって俺やって、その後もなんかコックサッカーじゃないの、コックサッカーね。なんでそんな身内が揃ってるみたいな。なんでさ、わざわざそんなことしなくていいじゃんね。俺の体のこと気をつけて気をつけてくれて、おそらく前の方にしてくれたんだと思うけど、あ、そっかそっか、その2組を置いて帰るわけいかないだろう。それは最後、そうだよね、だから4時の会も俺もやるよ。そ, そうよ、一緒にね、もうみんな一緒だ、ずっと一緒だよ、ね、だってコックサッカーね、新参者が、ね、新参者、そんなもう古いですよ。もうちょっと、ま、ちょっと、ああ、あの、古戦さん、はい、あ、江川さん、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます。新緑が美しい季節になりました。あっという間に、5月です、はい、金尾さん、レコーディングも無事に終わられ、体調も良くなって、はい、ありがとうございます。ますます、賑やかになっていきそうですね、はい、楽しみです、はい。岡山では5月12日、うん、小島ブルースデーが開催されます。ほうほう、あのブルースフェスバルですね、フッサブルースフェと同じ主催で、うん、日本で破棄される子どもの車椅子を修繕して、うん、海外の恵まれない子どもたちに贈るチャリティーです。あー、今年は加納秀人さんや小鉄さん、はい、豪華メンバーです。これしゅんちゃんも出るのと思います。あ、そうなんだね。今年初めての屋内での開催で、屋内だって、うんうん、お天気の心配もなく安心です、うん。そして私的にはブルースフェスとか屋外開放感があっていいなと思いますが、うん、いろいろ大変ですね、うん。あとしゅんさん、岡山3 days、うん、5月31日、倉敷パロアルト、うん、6月1日、うん、牛窓っていうのこれ、うん、テレヤカフェ、6月2日はプライベートライブで岡山ペペの家ですと。なるほど、よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。あの、あれじゃない、金太郎さん、金太郎さんからなんか来てたんじゃないの。金太郎さんは、あの、音源を送りましたっていう連絡でした。あの川田金太郎さん、ありがとうございました。そう、川田金太郎さんね、ラジオ、あの、ウルトラ FM でね、あの、うん、番組に出させていただいて、まさに昨日、一昨日か、うん、それで、ね、再放送はね、土曜日やりますね、土曜日のね、うん、あ、でももう一週あるんですよね。もう一週、来週もやりますね、あの、出させていただきます。それはね、ご報告いたします、はい。ということでね、あっという間の1時間でしたね、本当にあっという間でしたね。パニーエンジェル行きますかね。何、パニー、パニーエン、パニーエンジェル、油断できない、最後まで。あ、パニーエンジェルはこう、いけるんじゃない、いけるんじゃない、パニーエンジェル、やったことないからこれいけるんじゃない、いいだけ、何の話これいけるんじゃない、ラジオでこれいけるんじゃないなんだ、
せたら、ファニーエンジェル、魂奪う、ファニーエンジェル、悲しいけど、ファニーエンジェル、甘い笑顔に隠れた傷など、ありがとう、あっという間の1時間でしたね、はい。来週のゲストはですね、桑田靖子さんです。お楽しみください。来週も来るよ。本日の相手ははい、松下としみと、はい、高橋誠さん、ありがとう。で、大ちゃんもどうもありがとう、ありがとうございました。で、金尾義郎でございました。皆さんどうもありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。あの人は